どうもこんばんは、劇団スカッシュのゆうやです。今日はね、久しぶりにその小話的なやつをね、そのやっていこうかなと思ってるんですけれども、ね、今日のタイトルはですね、アダルトビデオコーナー。その皆さんも一度は見たことあると思うんですけれども、そのレンタルビデオショップの方にですね、18歳以上じゃないと入れないアダルトビデオコーナーってあるじゃないですか。若い時にですね、ちょっと見てたわけですよ。なんかないかな、なんかないかなと。そしたらですね、その、わかります、レンタルビデオ DVD の棚ってこう間にちょっと隙間があるんですよ。こう棚がこう並んでる隙間、並んでる隙間っていう感じになってるんですよ。でよくその隙間を見てみたらですね、その僕バスケットボール部だったんですけれども、そのバスケットボール部 の、 その後輩がですね、いたわけですよ。彼女と僕は何をしてるんだと。で もちろん僕18歳の時ですよ。後輩はですね、彼女とですね、映画を選んでたんですよ。わかります、この気持ち。彼女と楽しそうにしている後輩、エロ DVD を探そうね。いかがですかね。まあまあまあ、その時に借りたDVD のタイトルをご紹介しておきますと、先輩オッズお先に失礼しますというタイトルと、あと今夜も道章ですねっていう、そういう DVD でした。まあまあその話は置いといてですね、その次の日ですね、その部活の時間にですね、後輩にですね、先輩昨日何してたんですかと言われまして、えっとこれバレてたのかと、なんかしら言い訳をつかなきゃいけないと思って、僕が言ったのが、ちょっとお使いをとちょっと頼まれてと。で後輩に、えっと誰にどんなお使いをと、お父さんですかと。で俺はまあそのお兄ちゃんにと言ったっていうね、エピソードがありまして、まあこの場を借りてね、あの時ちょっとお兄ちゃんに借りたっていう嘘ついててごめんなさいねと、辰巳ごめんねと、この場を借りて言わせてもらおうかな。でね、その最後にですね、バスケットボール部のみんなにつけられたあだ名の方がですね、なんて言ったかな、確かそのマラケル・ジョーダンマラケル・ジョーダンという名前になりましたのでね、その方その覚えておいてもらえたらなと思っております。ちょっとその土曜日っていうのもあってね、盛りだくさんの話の方の盛りだくさんのね、小話になってしまいましたけれどもね、皆さんも良い週末をではまだねー、まだね、いやこれダメだ、これダメでしょ、またねー、ぼよよよよぼよよよよやっちゃったかな。